きさ、はいはい、釣り始めたじゃん。うん、でキャスティングっていう店だっけ、はいはい、上州屋だっけ、うん、CT ですね。あ、 CT キャスティングね、はい、でなんか買ったじゃん、はい、1万円で買った道具ね。それから一緒に道具使って釣りしたけど、釣り楽しいよね。楽しいね、それなりにね、うん、なんかでもなんか1万円で買ったものってなんか物足りない気がするの。俺だけのせい、俺だけ、俺満足、満足じゃん。そう、今日買い物しなくていいわけだ。そうか。ということでね、僕たちね、前にもお話ししましたけど、初めて釣りしようと、はい、ね、ボーリングじゃなく釣りしようということで、うん、1万円握りしめて釣り具屋さんに行ったんだよね。そうそう、たまたまね。そう、たまたまあったから行ったんだよ。で、買ったんだよ。で、釣りしたけど、なんか俺物足りないなと思ったら、勇気が物足りるってことなんで、この後の、番組なくなりました。と言ってもあれなんで、はい、あの頃の、あの時の店員ってさ、なんか、いるのかな、たくさん臭かったやつ。そうそうそう、臭かったやつ、はいはいはい、いるかな。ね、もしかしたら辞めちゃったかもしれないね。ちょっと待って、お店があった、ウィーン。すいません、この間の方いますか。え、日本橋に移動したって。あ、じゃあここにお店いないんだ。いないんだ。あ、ここ禁止商店ですよね。はい、いない、左遷だって。でも日本橋に行くのは左遷じゃないよね。わかんない、出世かな。わかんないけど、まあ、あいつ浮かれてるからな。ということで、じゃあとりあえず日本橋のお店に来たということで、おお、あったよ、ここに日本橋店ね。あ、ここもやっぱり自動ドアとさ、妙な音楽流れるのかな。あれね、なんか俺も聞き覚えあるね。あるでしょ。あれでも昔からの童謡の歌なんだよ。え、そうなの。俺接骨院行ってさ、肩こうやって見てもらった時に電波あるじゃん、うん、電波で終了した時にてて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 、俺何なんだろうこの音楽。ずっとそれパロった感じ。パロった感じ。あ、そう、そうなんだよ。それ初耳だね。初耳でしょ。それすごいね、すごい情報だ。こうちょっとじゃあ自動ドア開けてみる勇気ある、そんな出てくるかね。こんなオフィス街のね、そう、駐車場もなくてもなんか不便だよな、こうね。なんでさ、駐車場と何で専用の。いや、やっぱ土地代高いんじゃない。そうなの。日本橋だよ、だって。そうだよな。そうだよ、こんなさ、オフィス街に来るお客さんなんかみんなお金持ちばっかりだよ、きっと。それか、うちらみたいな貧乏人いないんだよ。そっか、ハイヤーかなんかで来るのかな。でしょ、でしょ。先生、来たお客さんも満足してくれる店員ももちろんいるよね。それは間違いないでしょ。蝶ネクタイとかしてるのかな。してるでしょ。でもさ、この間言った禁止帳より、うん、まともな店員がいたらいいけど、どうするんじゃなかったら。いや、こっちの方がだいぶおしゃれなんじゃない。だよね、うん、きっと髪型もピシッとしてて、うん、すごくおしゃれだと思うんだ。もうなんか釣りコンシェルジュみたいな感じ。あ、そんな感じだろうね、うん、言ってくれたら嬉しいけどな。左遷したマコなんとかっていう人、うん、いたら面白いけど、はいはいはい、でももし聞いたとしたらね、2年前かなんかで洋服着てると思うんだ。本当に。いや、さすがに日本橋だからさ、ちゃんとしてんじゃない。そうかな、うん、じゃあ自動ドア開けてみようか、うん、せーの。クラシックな曲があればね。あ、いらっしゃいませ。こないだいたいしまいよ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。おなでした。ようこそ。日本橋店へ。
ようこそ。あらまー、ようこそ。いたいた、今いたよ。どうする、なんか口調だけちゃんとしてるけど服装変わってないですいじりまくりじゃないですか、ね、いや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 、あの、あ、ようこそ、ようこそいらっしゃいませ。はい、なんかやっぱ怪しい、お久しぶりですね。会話つながってないんですけどね、まあ、いいか座ってくださいよ。失礼します。まあそんな感じでね、あの小出さんっていうんですか。あ、どうもお久しぶりです。はい、ちょっと自己紹介の、キャスティングキッカー日本橋の小出キャスティングキッカー日本橋の小出です。お久しぶりです。おー、いたいた、この人だよ、この人。いたいた、さんくさいもん。お久しぶりですね。どうする、どうする、どうする、禁止に戻るあそこパーキングもあるし、まあいい、早く買って出ないと。ほら、そうしよう。あの、料金上がっちゃう。釣りは楽しんでますか。え、絡んできた、絡んできた。あ、おかげさまで。おかげさま、あ、よかったです。この間、あの、釣りをしてた、あの、竿ね、釣りました、釣りました。でも一回も教えてくれなかったじゃないですか。え、今度一緒に行きましょうで。そうですね、行ってないじゃないですか。なんで日本橋にいるんですか。いや、日本橋にちょっと移動になったんで。あ、そうなんだ、はい。じゃあちょっと次のお話しようか。うん、はい。いや、俺はね、一枚でなんか物足りないなと。一枚で買っちゃって、ね、ちょっと物足りないなと思って、はい、ちょっとね、お金も貯まったから、はい、あといろんな釣り場に行っていろんな釣りを楽しんで、どんな釣り道具を買ったらいいのかなと思って興味があってね、はい、ルアーはちょこちょこ買ったんだけど。 ありがとうございます、はい、で、勇気に行ったら1枚で十分だって言うから、もう買うのやめようか。十分やめちゃう、うん、はい、でもさ、ほらちょっと必要なルアーとかなくなっちゃったしさ、うん、何がいいか聞こっか。ほら、うちは冬やったことないじゃん。あ、そうだね、うん、これから秋はたくさん釣れました。秋ね、なんか人がいっぱいで何かできなくてね。 あと釣れてる場所で釣ったよっていう情報も全然教えてくれないんだよね。うん、指さしてまあそんな感じで、あの1万5千円以上とか3万以上の竿とかね、あのリールを買う云々は別に、買わせてくれればいいっていうかね、はい、教えてくれて、うん、興味を湧いたら買うけど、まずはルアーだな。そうだね、うん、どんなルアーが釣れるのかな、これからね。これから冬どこ行ったらいいの、うん、で、どういう釣り方すればいいの、教えて。うん、冬はですね、冬はやっぱりどうしても魚も寒くて、うん、ちょっと深いとこ行っちゃったりするんで。本当、うん、分かんの、分かんない、深いとこ行っちゃうの。深いとこ行っちゃうって何してんだろうねなんで魚いなくなっちゃうの、ね、行ってきますか、行っちゃうの。そうです、聞こえてんだよ、こいつ魚の。そうですよ、はい、そうなの。はい、僕を信じてください。魚くん、魚くん、魚くんもちょっとかっこいいだろう。本当、でも魚くんみたいな頭しない、これ魚くん追っかけそうな。魚くん飛行機で一緒に相変わらず噛み合わないよ。ちょっと違うよ、魚くん。ずっとウォーウォーって言ってた。今日だ言ってた。あのテンションのままだった。本当にまあいやいや、それで、うん、この時期何、寒くなるから魚がどんどん逃げていくの。そうですね、多少は残ってるんですけど、うん、やっぱり釣りにくい時期ではあるんですけど、なんでそれなりに、なんでなんで魚はやっぱり変温動物で、うん、その寒くなると自分も寒くなって動けなくなってしまうんで、うん、暖かいとこ暖かいとこ、自分の好きな生活したいところしたいところに移動していってしまう、うん、なるほど、うん、でも家賃がないから家にあいつだな、住みやすい場所やね。そうそう、まあ、遊牧民みたいな感じで、そういうことですね。家財道具を出してて、はい、でも手使えないからかわいそうだよなそれが話じゃないよでもそれを食べちゃってんだぜ。そうだけどさ、食べちゃってるけど、それどう返せばいいのまだかわいそうかわいそうって言っときながら。あ、そうだな、散々食ってたじゃん。美味しいよな、死んだぞまあまあいいや、そこ僕にしないけど全然釣りが関係ないまあじゃあ寒くなると魚はじゃあ、あの暖かいとこ行っちゃう。暖かいとこ行っちゃったりしますね、俺たちいつも隅田川でやってんだけどさ、はい、いなくなっちゃったってことか、上行っちゃったの、下行っちゃったの。上行くとやっぱ寒いですよ ね、 寒いよね。ただやっぱりどうしてもその今まで50匹いた魚がどん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 少なくなってて、残り1匹2匹アウトローな魚もいるでしょうから、うん、そういうのは狙って釣れるんじゃないですかね。へえ、うん、そういう釣りにはどういうルアーがあるのかね。うん、どういうルアー、うん、まあいろんなのあるんでしょうけど。あるでしょうけど、これ釣りが全員か、いろんなありすぎてさ分かんないじゃん。分かんないですよね僕のおすすめを紹介しちゃいます。あ、じゃあ頼むよ頼むよそれで釣れなかったら大変だもんね、返品だもんね。どのルアーどのルアー。この間うちにプロの方いらっしゃいまして、はい、大野由紀さんっていうんです。おー、知ってる知ってる、
あの彼はねやっぱりまだ隅田川釣れるっていうことで、うん、バイブレーション系ちょっと今上の方にはいないんで魚、うん、ちょっと下の方狙ってみると、うん、まだ釣れますよっていう説明が書いてある。ああそういう話を、うん、やっぱ釣り具屋さんとしては、はい、あのプロの方が喋ったネタを使ってうまくネタを使って自分でも結構釣り、なるほど、それが何ていうルアーの、はい、バイブレーションっていうやつ、バイブレーション、なんか空洞になってるやつ、なってないやつ、空洞になってやっぱ分かってない構造をただブルブル言って潜ればいいと思ってるんですよ、ブルブル潜るやつでいいです。鉄板とそのミニエイトどっちがいいの、はい、両方大丈夫です。あ、はい、さっきそのうち話してなかったな。うん、まあいいや、ハゲ悪いね今日ね、もう悪いね、調子悪いね今日ね、調子悪いね、お前一回カットだよね、カットだよ。使っちゃうでしょ、これ使っちゃうでしょ、ダメでじゃないでしょ。だってそうだよ、もういいんだよ、俺もう俺が先に右へ取って出したから、はい、どっちも悪くない、宣伝にもなってなければ、はい、商売の邪魔はしてない、はい、ひいきもしてない、はい、俺第三次釣りをして知らない人間がミニエントって話を聞いたら、ミニエントの話と、うん、あれだから別に悪くない、使っていいよ、使っていいよ。使ったからってたくさん俺も来るわけでもね、ちゃんと買ってるよ。ということで、じゃあこの要するにバイブレーションでも、はい、まあここら辺ならいろんな種類あるんで、プロの方がセミナーで使ってるっていう、はい、これのね、うん、これを買って、まあそういうので行ってもいいですし、自分がこれがいいなって思ったやつでまた進めていけばいいと思います。それが分かんないから来てんじゃないよ。あのさ、ずるいんだよね。好きなやつをお買い求めください、あなたのあった好みで結構ですよ、どれでも釣れますからっていう言い方ずるいよ。あ、難しいですかね、やっぱり、うん、何色って指定してよ。指定しちゃって大丈夫ですね、うん、はい、もうそうするともう隅田川おすすめ、一番やっぱヒット率の高いやつとか、やっぱお客さんの中でも評判のいいやつっていうのはたくさんありますんで、うん、その辺から選んで、うん、この黄色のやつとか、ああ強そうだね、うん、夜なんかこういう黄色のやつとか、なんで夜は黄色いの、目立つじゃないですか。なるほどね、うん、じゃあ目立たない色も買っておけばいい。目立たない色もありですね、あの冬になると水きれいになるんで、おそうすると何、そうするとちょっと透き通ったやつとか、うん、もうほんと魚っぽいやつとかね、うん、なるほど。あれってあのシーバスでさ、あのルアーとか見えてんの、見えてます夜でも、え、うん、人間の目とはやっぱりどうしても違うんで、魚の目の構造は、うん、なので夜でもやっぱり色を識別したりとかっていうの、そういう色では分かってないんですけど、そのコントラストで捉えてくれるんで、だから水深 100m とか深いこう太陽光が届かないとかいる魚もルアーでやっぱ色が差が出る時があるじゃないですか、ああいうのってやっぱり色でこう見えてて差が出るわけで、あ、そういうことね、夜でもシーバスはあの水の中で見えてますね、見えてないと餌食べれないですし、あ、そういうことね、うん、でもさっき大野由紀さんっていう人が言ったんだけど、まあ、色んじゃないでも魚が食べたいっていうところにルアーが行けば食うんだよって言って、色関係あるの、そういうのもあると思いますよ、その中の最後の手段として色で、なるほど、うん、やっぱり色っていうのは選んでみて自分で選んでこれがいいな綺麗だなと思った色って信じて投げれるじゃないですか。そうなの、うん、人から勧められてこれがいいよって言っても、なんか自分こういう色好きじゃないなと思えば信じて投げれない、2投ぐらいしてもすぐボックス閉まっちゃったりするんですけど、いやもうこれは絶対釣れるでしょって自分がこう思ったルアーなんかは愛情込めて投げれるじゃないですか。なるほどね、うん、そういう点もあって、うん、結構お店なんかではそのこれしかないですよとか指定はしないです僕は。いや、なるほど、うん、いいこと言うじゃんね、はい、こう使ってください、あ、使ってください勝手に決めてますから、じゃあルアーとりあえずそれで買っとこうか、うん、まあ、私もお金好きな色で選ぼうよ、うん、じゃあバーッと買ってここに入れておきましょう、はい、どうする、 LINE とかどうなってる、あの時はさ、うん、糸とか言ったけど、もう今は LINE とか言っちゃってもな、ね、あ、すごい横文字だもんね、横文字だよ、 LINE どうしたらいいの、 LINE もちょっといいのにグレードアップしといてみよう、ボロボロだしね、ボロボロだし、うん、でも結ぶのはきっとこいつより上手いようですね、うん、あ、素晴らしいです完全にバカにされてますしないしないしない、じゃあいいよ、今度の放送せーので一緒に乗っとくんで、はい、うまいかうまくないかやる、あ、やりましょうか、自信満々じゃん、はい、やりましょうか、じゃあそれはそういいや、じゃああなたがそういうことは信じた、はい、ライオン化やるとしたら僕たちみたいに初めて半年1年ぐらいで、うん、ナイロンで、俺ナイロンだったのね、あ、ナイロンで、はい、ユウキはあの PE を使ったんだけど、はい、でも安くていいやつの買っちゃったけど、うん、実際安い PE がいいのか高い PE がいいのか、うん、それは分かんないよね、あ、うん、まあ、いろいろ賛否いろいろあると思うんですけど、安いのを
まあ傷みやすかったりするような糸でも常にこう変えてちょこ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 変えていくような方は安い糸をそのなんか回数多く買うっていうのもありですし、高い糸で大事に使うっていうのもありですし、あとはまあ性能が若干違ったりするんで、高い糸の方がなんか綺麗になんかコーティングされてたりとか。うちら月に 3,4 回ぐらいしか行けないからね、それぐらいの頻度の人はどれにしたらいいんですか。まあ、意外とそうですね、まあ、安いのでもいいんですけど、うん、あの高いの入れるとまたその違ったその感覚がつかめると思うんですよ。どういう感覚なの？その糸がそのザラザラしてないとか、もっと感度が上がるとか扱いやすかったりとか、そういうのも出てくると思うんですよ。じゃあ糸はとりあえず月3回ぐらいしか行ってないから家使ってればいいね。そうだね、で試してみてください。長持ちさせてればね、でもあれってずっと巻きっぱなしにしたらさ、なんか糸が傷んじゃったり跡がついちゃったりするんじゃないの？そうですね、ただまあ釣りから帰ってきて水で洗ってあげたりとか、ちょっと水かけてあげたりとか塩抜きさえしてあげれば、なるほど、そんなに傷むもんではないんで。じゃああと1万円で買ったリールなんか落としてさ、カリ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 って音がしちゃったりするし、勇気なんてくるくる回したらキラキラ光るんだもん、あれ。そんなのおすすめしました。超目立つよね。ああ言ったらさ、何っていう前にもう分かるから。そういう釣れてるか釣れてないか分かるもんね。分かっちゃう、ずっとくるくる回ったら釣れてないんだよ。あれ浮いたり下見たりしたりすると分かるもんね。ああなるほど、あれもいいけど、やっぱり高いせっかくなんでね、買った方がいいの？こう比べてみてみます、いいやつと比べて。今これいいやつ、これ悪いやつ、どうですか？同じ形じゃん。同じ形ですけどやっぱ軽かったりとか。いやいや、だって安い方が軽いよ。え？あ、これに CM よくだってこっち3000円くらい、こっちの軽いわ。どうですか、こう回してみて。え、回すの？ちょっと待って待って、やってみて。ダメ、これ光るよ。光る。やっぱ光るやつ。光るやつ。でもこれ安いやつ。はい。はい、違う。やっぱ光るね。光る。光り方が前と違うね、ちょっと。やっぱシルキー。俺今さ、右側の音声落ちないの、俺。ああ、こっちのシルシルいってる、シルシル。シルシル。スーっていってる。こっち、きめ細かすぎる。こっち、なんか、色が7色になってるよ。すごい。いいね。青のか。赤のか。ないから。やっぱりでもスムーズなやつがいいっていうのは何でいいの？高いの。やっぱりその分、なんでしょう。感度が上がったりとか、そういう。こう巻くのに何だろうかな、きっちり巻けるっていうか、ブレがないっていうか、今の説明正しいのかな。なんか怪しいよね。そうすると釣れるんですか。あ、そうそうそう、そういいのかな。釣れるんですか。釣れますね。釣りそのなんだろうな、難しいな俺。ちょっと待って。釣れるんですか。じゃあ俺が説明するよ。はい、こうやってさ、一緒に釣り行ったらさ、すごい高いリール使ってる人がいて、はい、一緒に同じ場所投げたんだけど、コーンと当たりが来たなと思った時に、あ、ゴミだなって気がついたらそっちのいいリールだったんだね。ああ、なるほどね。っていうぐらいの感度の違い、はい、もうありますし、あとは言い返すね、こういうこういう。あとはあとは自分の中での釣りに対するその満足度っていうのも上がりますよね。安いリールとかで今までやってて分かんなかったことが、いいリールに変えたことによって分かるし、その持ってることによる優越感というか、こんだけお金かけてやってて、それで自分のね、選んだリール、高いリールで、で高い竿で、で選んだ場所で行って釣れたらやっぱ気持ちいいじゃないですか。そこに売ってるこう1500円の竿でまずやってみて、で1匹釣れた感動と何万円もする道具を揃えて1匹釣った感動ってやっぱ違うと思うんですよ。そうだよね、たくさん釣った方がいいもんね。高いの使って全然釣れなかったら超恥ずかしくない？悲しいな。だってこれだったら釣れますし、感動も最高ですし、感動しますよって釣れなかったらやっぱ嫌だもんな。やっぱ怪しいな。もう1500円のやつにする？うん、ちょっと7色少し色変える？色変える？そこチューニングする？色チューニングするか。そうかもしれない。すごいですね。ベアリングとかじゃなくて色チューニングする？ベアリング変えちゃえばいいんだ。いや、色変えよう。色変える。こいつもさ、縦に回るようにする。縦に回る。リールのシステムが変わってるよね。まあじゃあ、お寿司みたいに月に3回ぐらいしか行かない人間は、釣り人は、まあ、半年以上やってるけど、レベルアップするにはどれがいいか。そうですね、なんでしょう、今まで自分の使ってたのをワンランク上げていくのも面白いですし、あとはなんでしょうね、まあ
誰々の有名なプロがこれ使っててすごい面白そうに釣ってたからこれ使ってみるっていうのもありですし、あ、うん、いや俺的にはさ、どうせリールとさ、竿をもう使い古しちゃったじゃん、うん、どっち先に変える、どっちが先なんだろうね。でも竿はまだ折れないでギリギリ、ほらこの間攻めたいにくっつけたからよかったけどさ、うん、でも竿はないけどリールもガリガリいるじゃん、うん、お前のも7足は4足ぐらいしか引かないじゃん。そこ変えなきゃいけないんだよ。そこやっぱ全部変えなきゃダメだ。全部変えなきゃいけない、うん、じゃあいいやついっちゃう。中級ワインどっちがいい。ちょっとそんなお金ないからとりあえず少しいいやつにしとこうか、うん、少しいいやつのレベルを教えてください。少しいいやつ、まあ大体始めたばっかりで、うん、まあとりあえず1匹釣れればいいみたいな感じでやってると、やっぱりどうしても1万円以下とか安い入門モデルってたくさん出てるんですけど、それ買ったじゃんこの間。そうです。でそれのワンランク上ってなるとやっぱりちょっと名前の付いてるメーカーさんのやつと、ああブランド品ですね。そうですよね。それブランド名だけじゃねえのもありますし、やっぱりそういう信頼ができるじゃないですか。保証書がついてきたりとかするレベルってなると、あ、ちょっとなんか持ってて優越感あるかな。優越感ばっかりの話が釣れるのそれで。日本橋だからしょうがないじゃないですか。金持ちばっかりさ。そこか。逆に来るなっつってんだな。調子いいこっか。まあでもいいや。で、じゃあ高いやつで優越感をもちろん求めるのもあれかもしれないけど、うん、やっぱりそのなんだろう、道具のやっぱり良さは全然出てきます。うん、やっぱり感度が上がったりとか竿自体が全部軽かったりとか、うん、扱いやすさも出てくると思うんですよ。じゃあ竿もそう、竿もそうです。竿もランクアップしなきゃいけない。もうするといい、結構良くなりますね、うん、で釣りも何ヶ月ぐらいやりましたっけ。ほら忘れてんだぞ。何をそれお久しぶりですね。まあ、半年ぐらい経験されてると、金持ちしか相手にしないからどうでもいいんだよ。帰ってくれみたいな。消臭のガンが参っちゃう。またノール出てくるんで。まあ半年ぐらいですよ。そうですよね。そうすると大体そのなんだろう、多分道具とかにも飽きが出てきたりとかもするかもしれないですよ。こういう趣味の道具初めて買って大事に使ったよね。うん、あのねキラキラ回る感じが良かった、ね、よかったよ。4種しか行かなかったけど最終的には。でもあれがいいけど、ほら釣りショップっていうかキャスティングに今来ちゃったイコール何かを求めてたのよ、はい、買わなくてもいいんだけど買いたいっていうね、その買わせるような話を聞いたんだけど、はい、そうですね。なんか優越感だとか何とかしか出ないでしょ。優越感と感度しか出ないでしょ。俺的にはこのリールとこのサウスが絶対倍釣れますかって嘘でも言ってほしかったよね。それやっぱりお金持ちを相手にするお店だからね。でも私みたいな人間もお客さんもたくさん来るんでしょ。あ、もうたくさん、もう初心者からもう誰でも気軽に寄っていただけるのが一番いいですね。なるほどね。じゃあどうする、買う、うん、じゃあいろいろ見ていただいて、うんうん、いろいろと 見るのはあなたを信じるから、じゃあこれで1万円で買ったから全部セットで3万円、4 5万円ぐらい、5だったらいけるなんとかなる。じゃあ5万出したらどのセット買った方がいいの。リールと竿で。竿で、うん、そうリール2万円竿2万円と、そうするともうワンランクアップのセットができますね。それで4万円台で1万円どうするの、持って帰るの。1万円はまたルアーとか糸とかを出していけばちょうどいいですね。ああ、2万円のリールと2万円の竿、うん、折れちゃったりしない。折れたりしない。1万円のキラキラに光るやつよりはいいいいですね。キラキラ1万円、1万円でキラキラキラ1万円でしとこうって相当いいキラキラを1万円でしろ作ってほしいけどね。1万円で買った時の理由の話。あ、そうか。じゃあ2万円、じゃあなんかブランドも買った方がいいのかな。ブランドももうおすすめしますね。例えば大和さんとか島野さんとかね、いっぱいルアーメーカーさんいっぱいありますんで。ルアールアーじゃないや、リールメーカーですの。リールサオメーカー。大丈夫この店員。リールとルアー間違えてますよ。大和が先で島野が後です。それどっちでもいいでしょ。どっちでもいいです。大和と島野の違いは違い、うん、違い、どっちも同じ金額で同じ番手があって。ああ、もうそれはもうでも好き好きですよね。で結構釣りはどうしてもそのなんでしょうね、たくさんやられると、うん、その違いのも分かってきますし、うんうん、どっちが自分に合うっていうのも出てくるでしょう。どっちがキラキラ光るの。
キラキラは光らないですもん。そっか、はい、じゃあ俺シモの買わないな。光らないとつまんないな。じゃあ光るに改造しろ。重くなっちゃうかもよ、せっかく軽いんだもん。そっか。じゃあ俺シモの買って、勇気がダイヤを買って代わり番号使う。そうだね、うん、そういうのもどう。これでもありですね。でもお揃いのがいい。お揃いじゃなくても大丈夫ですけど、うん、これで勇気かと思って、おいって声かけたら全く同じ格好した人が10人ぐらいになるんだよ。あ、すごいですね。まあ、あなたじゃなくて、あなたの勇気ね。うん、だから、まあ、やっぱり揃えた方がいいのかな。その王の勇気のモデルに合わせた方がいいのかな。まあ、それは好き好きでいいと思う。でも5万円じゃ買えないんじゃない。これカタログで見たけど、竿が8万とか9万とかばっか高いしさ。まあ、それはもうそういうのはもう気に入った時でいいと思います。でもあれ軽かったね、触ったけどさ、うん、ねえ、なんか、でも実際魚かかんなきゃ分かんないし、ね、分かんないし。でもあのカタログで見たけどさ、あのねえ、勇気が使ってるあの竿すごく軽くていいよね。まあ、買えねえよ。買えない。高えよ。あれいくらだっけ。9万円ぐらい。定価9万いくらって書いてあったよ、うん、9万いくらってすごくね。自転車とか買えちゃうぜ。相当信頼して買わないと買えないね。あ、ミラクル魔法瓶買えちゃうぜ。昨日この間テレビでやったけど、キムタクのあの、なんだっけ、ポット知ってる。わかんない。ごめん、知らない。わかった。9万円で何かやる。9万。あ、テレビも全部買えるもんな。買えますね、うん、9枚の竿だよ。テレビも買える、ビデオも買えるしさ。いいテレビ買える。買えるよ、こんな大きいやつ買えるよ。でも実際釣りって続けていくと、うん、そういうハイスペックのモデルとかそういうのが気になってきたり、ああれ手に入れたらもっと自分の釣りがもっと広がるのかなっていうのはだんだん見えてくると思うんですよ。でもさ、何のどこの業界もそうだけどさ、買うじゃん9万いくらで、うん、翌年またいいやつ出てくるわけじゃん。あ、出ますね。それってどうしたらいい、どこで区切りをつければいいのかな。それもなんでしょうね、それ全部こう買い集めていくっていう人もいるでしょうし、うん、それまたマジックだけどやっぱ9万いくら高いな、うん、高い。あれ6万2千円ぐらいで売ってたら、ま、翌年も買えるよね。ああ、なるほど、うん、俺買えない。いやいや、俺も買えないけど、9万だったら買えるんじゃない、6万だったら買えるんじゃないかなって、うん、お前買えるじゃないかよ、たくさん取材とかやってんだから。あれ何、そっちにキャラなし。じゃあやっぱりいいものを買った方がいいけど、翌年買うことも考え、うん、あの翻弄されちゃうことも考えたら、うん、まあ3万、2万、3万ぐらいの竿で、そうですね、もうその辺がいい。ステップアップがいいね。そういうステップアップ面白いと思う。上行っちゃったら、いきなり上行っちゃうと分かんないこともあるかもしれないですけど、うん、ステップアップしていくと、うん、あ、次あの竿がいいなって、その良さが分かるんですよね。お、うん、だん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 その良さ良さっていうのを分かっていって、こうアップしていくっていうのは面白いですよね。なるほどね。あとリールで固定のレバーがついてたらじゃん、はい、あれ何、あれはレバーを引くと緩むんですよね。こう糸がスルスルスルってこう出るんですけど、離すと、離すと緩んじゃう。グッと今日緩んじゃう。大丈夫これ店員が緩みましたよ。ダメだこれ、ダメだね、これ店員緩みすぎだよ。話が飛ぶんだもん。止めるけど、この今ね、その説明してるかこれ見てる人はね、あの第1回目の初めて釣り行こうって言ったら1万円で買う釣り行くから、そこそこ経験ができて少し余裕があるから買いに来たけど、うん、ね、なんかね、どれ買っていいか分かんないオチで終わりそうなんだけど、まずいですよね、うん、だから徐々にステップアップしていけってことでしょ。そういうことですね。で、今日どれ買えばいいの。今日どれ、うん、これとこのセットどうですか。おお、来たよ、これ買えって。どうする、かっこいいじゃないですか。前のよりはだいぶ、うん、ちょっといいね、プロっぽい。おー、ちょっとこれ壁にちょっとベテランっぽい感じ。おー、おー、なんかいいじゃん。俺なんかプロっぽくなったろ。初めてのこと違って、こんな感じでしょ。これ言ってことある、あの、テンテックスに一丁前な感じだね。あー、いいね、この、ちょっとこの、なんか張りがいいね。その感覚でいいと思うんですよ。あー、うん、どうこれ、これでセットの前、じゃあこれでやってみるか。なんか冬、なんかもうちょい飛びそうでしょ。ルアーも飛びそうでしょ、うん、ちょっと竿硬くなったね、はい。ああ、それ分かるね。そうですね、まあ、硬いよ。初めてブルビューしたの、こっちも飛ぶかもしれないね。大物カットも対応できる。あ、そっか、そういうことね。分かった、じゃあこれ買うよ。はい、ぜひ、うん、ということで、まあ、簡単に言います。あの、はい、答えはないですけどね。1万円のもので済む方は済むと勇気が言うよ、うん、
楽しいはいいんですよ、それで、それでいろんな魚釣れるわけですから。でもステップアップするんだったらいいものを買うのもいいけど、その前にワンステップツーステップ踏むのがいいという、うん、これでもね、うん、でもいい店員だよね、もう次買いに来たからって言ったらローン組まさってすげえもう売らない分だけね、うん、じゃあのステップアップっていうかちゃんと安いモデル、うん、安いリール安いロッドから入った方がいいんですよ、うん、ルアーって一つの種類で小畜梅って価格設定がないじゃないですか、ルアーは一つじゃないですか、うん、だけどリールと竿はグレードがあるんですよ、うん、ルアーないでしょ、ないない、だけどそのリールと竿に関しては大野有機モデルってみんな高いじゃんルアー、いやそういう他のメーカーさんも一緒じゃん、あそっか、うん、他も高いんだ、ルアーにはグレードってないお前のしか買ってないからさって言っちゃうんだけどだからね、そのリールと竿はグレードがちゃんとあります、うん、だからその安いモデルから買っていくと、うん、その安いリールと竿で釣りをしていくと、それでできないことが分かってくる、なるほど、うん、おこのリールだとなんかこれができない、この竿だとなんかもうちょっとあそこに飛ばしたいんだけどこの竿だとそれができないっていうのが見えてくるんですよ、ああそういうことね、うん、でそのできないことを解消したくてステップアップする、なるほど、それによって魚が釣れるようになる、うん、じゃあそこに値段設定がちゃんとある、手になった方がいいよ分かりやすい、交代、それ初めに言ってこと面白かったえ僕の言ってることも多分同じこと全然違うじゃんまあでもねこういうお茶目なねあの小出さんがね日本橋の方にいらっしゃるということなんですけど、はい、ねあのこういう困ったお客様に対して、いやお客さんは全員困ってないです大丈夫です、え困った人が来た時にっていう話だったけどあなたが喋ってお客さんは全員困ってるって決めつけないのかもしれないですけどそんな話はいいんですけど、あの分からない人が来たらちゃんと説明してくださいね、そうですね、うん、で一つ質問があります、はい、あのキャスティングのマークのアヒルちゃん、あなんでアヒルちゃんっていう答えが出てないんですけど、まあ答えが、はい、出てないですね、あれなんか収録中にあの電話してる、今電話する、きっと怒られましたよね、前ね、もう今怒られそれは詳しくは、日本橋の、ね、いやあれはね、それ突っ込んでいいですかね、なんか謎らしいですね、わからないらしいですよね、都市伝説、うん、もう結構古い話になってて、うんうん、なんでアヒルかっていうレベルはもうわかんないらしいですよね、わからない、キャスティングっていう名前誰がつけたの、創始者の方じゃないですかね、うん、それもわかんない、その方ももう今いないんじゃないですかね、でもそれでジュニアとかいるんでしょ、ちょっと後継者みたいな、うん、僕は存じてないですね、いや今日調べて、はい、この答えを日本バスのレジの後ろにキャスティングのアヒルちゃんの由来とか由来出してくれたら、はい、みんな喜ぶと思う、あちょっと調べておきましょうかね、で由来はやっぱりわからない、幼稚でマコリックス都市伝説あそれ作っちゃうもう答えが出てるじゃないですかね、人間用 もともとはアヒルだったとかさ、そこまで遡りました、アヒルが本当に魚を釣ってたとかさ、アヒルのこの羽の先っぽでこうやって魚をこうやって釣ったとか、しかもあれ眠たそうな顔してるんですよね、あのキャラ来たあれではあのオールナイトで釣りして朝方なんでそれでやっと一匹釣れたやつ加えてそういうことだな、僕みたいですね、やっと一匹って釣れてんの釣れてますね、絶好調で、絶好調、はい、どこで何を釣ったかも連絡なしでね、はい、こっちが釣れてどこどこ行ってねお姉ちゃん釣ってんじゃないですかね、ああそれもある、詳しくはお店までということで、ジョーちゃんもね、うちのディレクターでもあるジョーちゃんがもう大笑いしてますまあでもこれが、今日この番組を見てくれてる方が笑ってくれるかどうかまたさておき、釣りを始めた方、そして釣りがちょっと経験豊富になった方、どうぞキャスティングの方に行ってね、ありがとうございろんなレベルの商品ございますけど、はい、一番初めにすごく高くていいものを見せられてもうんっていう一瞬悩む時間も必要だけどね、勢いで買ってくれるのもいいですね面白いですね、最初からいい道具使っちゃうとドラクエで言ったらレベル1なのに、うんうん、あの
勇者の剣とか持っちゃうようなことになってしまうので、うん、でもね面白いですよ、そういう部分で。結構そういうふうに一番最初に始めるぞでいきなりハイスペックを買う方って、うん、大体結構多いんですよ、うん、でなんでかってなるとお客様に聞くと逆に負けず嫌いの人なんですよね、うん、一番高いの買っちゃえばあとは言い訳できないじゃんって。ああ、うん、確かにね。そういう釣りってやっぱそういうのも面白いのかなっていう。まあコレクションとしてもいいもんね、数を取るのもね。うん、もう俺もそういえばいい竿といいリールから入っちゃったから、はい、いやこの写真見せるけどすっごいよ竿が並んじゃって、うん、これで電卓でこうで計算したらすごい車1台買えるでもらったわけじゃないんだよ、はい、全部買ったやつ計算しても。でもそれをね家帰って車庫に入れるときに、ね、置いといていいよね、うん、釣り、うん、この竿一本釣りたいなとかね、うん、釣れてない思い出とかもあるじゃないですかね、この竿であの時はしたんだなとか、うん、あとルアーをこうやってから飾ってる友達もいるけどさ、はい、まあ一つの醍醐味だよね釣りってね、うん、釣り以外いろんな楽しみ方があると思うんで、そのいろんな楽しみ方をサポートするのが僕ら釣り具屋さんなんで。サポートするのは釣り具屋さんだけだって、あなたはサポートしないでしょ。はいそうですか。いや結構皆さんのね力にはなれればね。ああ、いいことじゃないですか。最近僕釣り具屋さんねやるようになって、あれですね、嬉しいこといっぱいありますよ。嬉しいこと、例えばお客さんとかがこの間マゴリックスに聞いたようにやったら釣れたよとか教えてね、うん、結構そういうのがね楽しみになってます。質問者に勝手に喋らないんだからそうしたらやめようかまあそんな話、いたしましたけど、日本橋にあるキャスティングだけじゃなくね、全国にあるキャスティングフィッシャーマン、いろいろと釣り具がありますが、全く似たような人はいませんが同じ気持ちの人はたくさんいます、何方聞いてみてくださいね、ということで今日は、大野由紀ちゃんと、マコリックスこと小出誠くんキャスティング、店員ということで、参加いただきました。じゃあ次3回目はそこそこ違う釣りの話をしようかなと。海で釣るにはシーバス以外何か釣れるのっていうところにいるんで、ちゃんと勉強しといてくださいね。頑張ります。はい、僕たちも教えるかもしれませんがということで、今回はキャスティング、日本橋キッカー日本橋の、小出誠君でした。ありがとうございました。ありがとうございます。台本なしでお送りしました。はいさあ5月6月ぶりでしょうか。あの時は島田人生君、そして今日はごめんなさい、カメラ今日はもうスタートがね、なんかエンジンがかかんない、マクバーコリックスの遅刻っていうところで、だからね、どうしようもないねやつねどうする、どうするあいつどうするまあ今日いじめちゃうんだよ。はい、楽しい時間もあっという間ということになりますが、ね、この後視聴者プレゼントの時間です。今日のですね、ゲストの方々がみんなですね、素敵なプレゼントを持ってきました。若干1枚持ってきてない人もいるんですよ。本当ですか。はい、それどうします、どうします、どうします、どうします。じゃあ、現金で。現金持ってないですよじゃあ、あれでしょうか、ガラガラポンの棒が赤いやつを無償に出してくるとか。あ、5倍、棒やってないでね。最近棒やってないでしょ。やってないんで、もうやめちゃったんじゃないですかね。なんだ、棒なんて言うのやめたまあいいやさあそれではですね、今回スーパーゲストの大野由紀君からのプレゼント、そしてルアーの紹介もあるみたいなね、それでは紹介お願いします。じゃあ先にもうプレゼントではないですけど、うん、紹介の方も。何ですか。12月10日発売になりました、うん、アムズデザインさんから、うん、登場の、僕が一応監修させてもらったアルデンテ 95S スパゲティですかそれ、うん、いいこと言いますね。なんでアルデンテという名前にしたかと言いますと、うん、まあ、シーバスにとって食べ頃であってほしいというところからアルデンテというメニューをさせてもらいました。これ12月のこの時期に売るってことは、はい、今の時期釣れるとはね、アムズデザインっていう会社自体が、まあ、千葉のメーカーなんですね、うん、で、まあ、千葉の、干潟でこうバチ抜けが始まる時期に合わせてこのルアーを、じゃあ発売日決めましょうということで12月発売にしたんですけど、一応こうバチ抜け攻略ルアーなので、うん、バチ抜けシーズンに使ってもらえるとありがたいなと思います。状態は、いくらぐらいだったかな、ちょっとまだ値段僕聞いてないんで分かんないんですけど、色は
色は9色、9色だったと思います、はい、はい、オリジナルカラーとか、あの勝手にマコリックスカラーとかつけられないようにしてくださいね。まあ俺が名前つけたのに勝手に使えばってやつも素晴らしいですよね。バチを手黒で、はい、引き波系の小さな引き波を出しながら巻いてこれるような、でもシンキングなんですけどね、はい、ということでこちらプレゼントじゃございません。お店でお買い求めください。さあプレゼントの方は、はい、まあ、同じくアームズデザインさんからの、コモモ2ですね。おお、これにはお世話になりますね。やっぱり僕のお気に入りのカラーなんですけど、まあ、レッドさん考案のカラーでグラデイワシっていうカラーがあるんですけど、結構この配色が僕好きで、まあ、コモモのカウンターとかコモモとかでも使ったりしてるんですけど、まあ、このコモモ2をまず1名さん、はい、続いてはと、邪道のゴッツアミの 89F の、まあ、イナッコカラーですね、うん、ナチュラル系のカラーを1つ。おお、これ1つ、はい、はい、続いて、で自腹で買いましたマリブのキャスティングオリジナルカラー、うん、ベダンカラーかなこれ、うん、はい、これ持ってるよ、これいいね、ケースなんてなんかほどろろするよ。値札がついてて申し訳ないんですけど、いやいやいや、PPP もついてて申し訳ないんですけど、 PPP もついてて何で持ってこれたの。え、だいぶ自分で買ったから。あ、そういうことね。そう、ということで、まあ、これを1名様、はい、これ1名様のこれ3つですね、はい、じゃあこれ勇気持ってください、はい、リアルビーボイスの方はですね、これからの冬のシーズン、首周りから、体を温めましょうということで、ネックウォーマーをですね、こちら1点で、そして、女性にも男性にも、使いやすいこのピンク、これは一応こういう声でこうやって調整できますね。お、こういうふうにつけてくれれば、はい、冬の、釣りも楽しめるんじゃないかなということで、こちらの商品をプレゼントします。詳しくはこちらの方にお問い合わせください。抽選でプレゼントします。それではまた今度、来る時もまたたくさん持ってきてね。はい、わかりました。お前あれは気づいないの、はい、気づいないんで、お正月セール開催中です。なので、お正月、ポイント何倍とかあるの？ポイントとかじゃなくて、お正月はあのいろんなものが安く買えるように僕に相談していただければしますんで。なるの？ご来店ください。お、ご相談してください。はい、ということでね、セレブのお店の、キッカーにおばあさんのワクリクス頑張ってください。はい、ゆうきくん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。